皆さんこんばんは、きよみです。今日もご視聴ありがとうございます。ちょっと久しぶりの更新になってしまったんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。毎日暑いですけど、なんと真夏日更新しまくっておりますが、夏バテいかがでしょうか。はい、今日は久しぶりにストーブのスビリングのファミリーセールに行ってきました。久しぶりにというか、あのツビリングのストーブのファミリーセールはあのいつも毎年やってるんですけど、この時期ではなくって来月ぐらいですかね。はい、なんですけれども、今日行ったのは CI ショッピングの初のツビリングのセールが開催ということで行ってきました。今日はストーブのファミリーセールのお話をしたいと思います。最後にそのね、撮ったね会場の様子を流したいと思うんですけれども、はい、でじゃじゃん、こちらのハガキをいただきまして、なんと最大 80% って書いてあったんですけど、はい、しっかりここにストーブさん書いてあって、初開催ということで張り切って行ってきました。着いたのが10分前ぐらいだったんですね。そしたらもう100名もう整理券が配り終わったということで、はい、別会場で待ちました。はい、で先に待っていた方がどんどん案内されて、で無事に入れたんですけれども、会場がまあ、あのいつもやってる五反田の TOC とかじゃなくって、すごいまあ狭かったんですけど、所狭しとものすごい商品がありました。でもう私だいぶ遅く入ったと思うんですけれども、それでも本当にたくさんありました。で、あのびっくりしたのが、まずあの新色のユーカリがありました。ゴールドノブのユーカリがあったのに、まあびっくりをして、であとはわーすごいと思ったのが、なんとスノークリスタルのホワイトがあったんですよ。びっくりしちゃいました。でスノークリスタルのホワイトは私アウトレットで買わせていただいて、本当にもうすごい買いたいって思って必死になって買った覚えがあるんですけど、あんな山積みになっててすごいびっくりしたのと、あとはあのその時欲しかったグリーン、バジルグリーンのフレンチオーブンツリーのクリスマスシーズンにぴったりだなって思うようなあのお鍋もありました。はい、あとは和鍋の理念もありました。とにかくあの各種サイズがもう本当取り揃っていて、でなんか本当レア物とかもいっぱいあったと思うんですよね。でリリーのご飯が M サイズがありました。あとラメールね、そうです。でラメールのご飯もありました。リリーはそれだけでしたね。で私リリーのご飯を持っているので、リリーの和鍋をずっと欲しいなと思いながら全然手に入らないので、もしかして今日出会えるかななんて思ったんですけど、残念ながら出会えませんでした。そしてとっても可愛かったのがココハンの S サイズがすごいありました。でセージグリーンとグレナリンレッドと、あとシフォンローズとチェリーがありました、私が見た時は。はい、であとブレイザーもグランブルーとかバジルグリーンとかたくさんありましたし、スキレットもグレーだけですけどありました。あとスタッカルブディッシュもありましたし、すごいとにかくラウンドが多かった。ラウンドと和鍋かな。でオーバルはなんかちょっと少なかったかなと思いました。でいつものあのストーブのファミリーセールに比べると、あの大きいサイズはなかったと思います。いつもね結構大きいのがファミリーセールって出ますけど、あのそのサイズはあんまりなかったかもしれないですけど、本当にとにかくたくさんたくさんありました。はい、グリルパンもあったし、はい、あとはカトラリーとかもあったし、
ね、すごい、とにかく茶碗とかもありましたし、すっごいたくさんありました。で、小さいサイズは私が行った時はなくて、ここ点とかも全然なかったし、とにかく18センチだけかな、私が見た中ではちっちゃかったのは18センチだけだったので、小さいサイズ持ってる方とかもいたので、多分早い方とかは持ってらっしゃったとは思うんですけれども、はい、そんな感じで、で私、そうですね、グレナリンレッドのココハンの S サイズとわなべのリネンと、あとなんとスノークリスタルの、さっきホワイトの話しましたけど、チェリーも出てたんですよ。すごいって思って、本当前だったらすごいもうわーって買ってたと思うんですけど、ちょっともう本当に あの箱入りにしてるものがすっごいあるので、もうこれ以上はちょっとと思って、それでも行って3つ欲しいものがあったんですけど、今回はなんとなんとなんと何も買わないで帰ってきました。えらい私って思ったんですけど、あのその前の日ね、昨日ちょっともう、うち冷蔵庫が壊れちゃって、すっごい断捨離したんですよ。でとにかく断捨離をしたら、もう使ってないストーブたちがものすごいいっぱいあって、なのであのちゃんとあのストーブたちと向き合ったら、まだあの開けてないものが本当に他の部屋にもあったりとかしてるので、もう欲しかったんですけど、ちょっと今回はもう本当に信じられないんですけど、何も買いませんでした。欲しいものはいっぱいあったんですけど、はい、そうなんですよ、びっくりですよね、買わなかったなんて。で実はもう動画を撮っていて、ココハンのシフォンローズの S も、あとね、わなべのスノーフレークとか、あとリリーのグランブルーも動画に撮ってるものとか撮ってないものとか、とにかくまだまだいっぱいあって、紹介しきれてないものとか使ってないものとかもあるので、ちょっとあの昨日断捨離した時にもう使わなくちゃって思って反省していたので、はい、ちょっとやめちゃいました。はい、そんな感じで、でも久しぶりにファミリーセール行って楽しかったです。はい、で9月15、16、17の金土日開催で、私が行ったのは15日なんですけれども、これからねラストに流す動画も15日の10時に私が行ったので、その状況を動画撮ったので、これから行かれる方はちょっと在庫状況が刻々と変わると思うので、そちらはご了承ください。はい、暑いので皆さん気をつけて行かれてください。はい、おはようございます。今日は交通会館でストーブのファミリーセールがあるので行ってきたいと思います。いつものストーブのファミリーセールじゃなくて、初めて開催のファミリーセールです。行ってきます。食べられない。
欲しいの。おでんで、ね、包丁がいた、包丁、今日はこんな感じでストーブの CI ショッピングの初開催のスビリングセールに行きましたっていう動画でした。はい、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。最後までいつもご視聴いただきありがとうございます。この動画いいねと思っていただいた方はいいねボタン、そしてチャンネル登録まだの方はぜひぜひよろしくお願いします。コメントの方もよかったらどうぞよろしくお願いします。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。